こんにちは、君沢ゆうきです。こんにちは、柏木ゆうすけです。僕たちが初めてのアパレルコラボ、はい、そして柏木ゆうすけくん初めての初めてですアパレル作成ということで、いやいや楽しかったですね。なんとその名も YK2 なんです。これはあれですよね、はい、君沢ゆうきさんと柏木ゆうすけって両方とも YK だねって言ったことで実現したロゴなんですけど、ガチャンコなんです。ガチャンコですね。あの携帯の iPhone ケースの裏にもほらこんな感じで書いてあります。見てください、僕たちをこうアニメでねこう擬人化してもらったそうです、ね、iPhone ケース、もうあらゆる形がございます。あらゆる形がございます、はい、皆さんのサイズに合わせにいきます、うん、どんな携帯使ってても一応ハマるんですよね。そうなんです、うん、しかもそれがね T シャツになっちゃったりして可愛いですね。白っちゃって、白と黒がありまして、うん、そしてこちらロンティーですね。ロンティーも作りました。ありますね、これ赤にワインレッドか、ワインレッドにベージュに白にそして黒、はい、すごい四色展開になって、これがちょっと面白いデザインになってるんですよね、ゆうすけ君。これこれこだわったよね。これはこだわりましたね。なんか音なんか着たらスタイルが良くなるっていうのを目指して、これね内側が品段が結構黒の色になってて、長めに僕たちこの膝の上ぐらいまでね、あそうですね、ちょっと長めのやつで着てほしいね、着てほしいね、僕らの願望ですね。こういう女性にこういう丈いいよねっていう願望なんです、ね、そうだね。そしてそしてパーカーもこちらですよ。パーカーすごくここが可愛いですよね、可愛、うん、い、これ YK がいっぱい擬人化されてね、僕たちがいっぱいドッと入ってて、それにやこれなんか YK じゃないけど、2人で YK のいい文字なんかないかねって言ってね、うん、ちょっとこれじゃあちょっと自分で確認してもらっていやでも本当に楽しかったです。本当にスタッフさんもね、いろいろ協力してくださって、うん、本当に心を込めて、皆様が似合うように心を込めて皆様のことを考えて作ったので、はい、ぜひお手に取っていただけたら嬉しいですね。そうですね、はい、僕たちも来ますけど、もう皆さんにも来てほしい、これからのユニフォームとして、ユニフォームとして試合だ詳しくはね EC サイトにたくさん書いてあると思うんで、ぜひチェックしてほしいなと思います。7月26日から1週間そう限定もう今回限定では絶対追加販売しません、はい、なのでぜひお願いしますよろしくお願いします。バイバーイ。